今回はですね、BMW118i ですね、2016年式のモデルですね、FR のモデルですね。で、3気筒のモデルになりますね。で、1500cc のモデルです。の、オイル交換をね、しにね、今、ジェームス岩田店に向かっております。でですね、今回はですね、匠エンジンオイルのハイクオリティ、ね、5W30 にね、変えようとね、思ってね、来てます。まあ、なぜですね、この匠エンジンオイルにしたかというとですね、今までね、ジェームスでですね、モービル1を使ってたんですけども、このね、モービル1がですね、今までね、去年変えた時には8000円から9000円ぐらいでしたかね、8000円くらいでしたね。これがですね、ちょっとね、調べてみたら、1万3000円いくらするのかな。あとでフィルターも合わせてですけどね、オイル交換とフィルター交換と工賃で、まあそのぐらい値段になってましたんで、いや、なかなかの値段をするなと思ってね。前ディーラーで買えた時ね、1万8000円でしたんでね、だんだん近づいてきたなと思いましたけどね。まあおそらくディーラーはもっとね、高くなってると思いますけどね。ですんで、まあ匠エンジンオイルならね、ちょっと値段を抑えられるかなと思ってね、そうしました。さあね、まだね、ちょっと10分ぐらいありますね、回転までね。ちょっとオイルをね、測ってみましょうかね。これね、レベルゲージがないんでね。これがね、ちなみに去年オイル交換したばっかでね、ちゃんとマックスまでね、入れてもらってましたんで、じゃあ今回ですね、どれぐらいオイルね、1年間で減ったかをね、確認してみましょう。なんでレベルゲージがないんでね、なかなかね、時間かかるんですよ。1分ぐらいかかるんですかね、1分ちょっとかかるかな、ね、ですんでね、まあ匠エンジンオイルがこうネットで見たらね、ジェームスでおすすめしてあったんでね、まあオイル、匠エンジンオイルにしてみようかなとね、思いまして、今回は匠エンジンオイルね、挑戦してみましたけどね。ただね、4リッター缶なんでね、それが若干不安なんですよね。これ規定でね、4.5リットルなんですよね、フィルター交換の時のね。ですんで、あんまりレベルゲージのギリギリっていうのも嫌ですんでね、その辺がどうかなとね、思っております。ちなみにね、1リットル缶をね、買ってきましたね、通販で買ってね。はい、じゃあ、オイルはですね、やっぱ半分ぐらい減ってましたね。こんな感じですね。まあだいたい1年間でね、結構ね、半分ぐらい減りますね。だってこれが何リットルか分かんない。これちなみに去年ですね、去年も半分ぐらい減ってましたね、1年間でね。はい、じゃあね、オイル交換をね、今ねやってもらっております。さあ、終わりました。ちなみにですね、4リッターでね、大丈夫だったもんで、使わなくてよかったですね、1リットル缶はね。さあ、どうでしょうかね、匠エンジンオイルの性能はいかに。まずファーストインプレッションですね、ちょっとわかんないですね。普通ですね。ちなみにモービル1にいつも変えてるんですけども、変える時、モービル1に変えた時も分かんなかったです。でちょっとね、もしプラシーボ効果とか、ちょっとこうよく言うっていうかね、ひいき目に言うとちょっと静かになってるかなっていう感じはしますよね。まあ、正直なところは分かんない。あと滑らかな感じもするっちゃするなっていう感じはねしますね。
これもちょっと分かんないけど、なんで悪くはないです。悪くはないけど、すごく良くなったかっていうと、タクミエンジンオイルに変えてすごく良くなったかっていうと、そうでもないけども、悪くないっていうのはすごいですね。価格が安いですんでね。ちなみにですね、どれぐらいのね、費用だったかっていうとですね、オイル缶がですね、4790円でしたね。税込みですね。で、フィルターがですね、3300円ですね。で、工賃がですね、550円でね。で、私ですね、バースデー割引ね、してもらって、500円割引いてもらって、合計がね、8140円でしたね。まあ、この物価高の中ね、まあ、この値段ならね、まあ、OK じゃないですか。ね、まあ、今回だけね、1610円ですか、1リットル缶をねちょっと買ってしまいましたけども、まあ、次回からはね、まあ、4リッター缶でね大丈夫ということが分かりましたんでね、まあそれプラス、まあその値段はね変わっちゃいましたけどね。さあ、じゃあね、4リッター缶でねどれぐらい入ったかね、ちょっと見てみましょう。まあ半分ぐらいね言ってればいいんですけどね、あんまりギリギリだとね、まあこの1リッター缶のね出番になりますね。まあちょっとインプレッションとしてはね、ちょっと分かんないですけど、まあその悪くないってことがこの価格的にはね非常に優れてますんで、悪くないだけでもねすごい性能だとね私はね思いますね。さあ、どれぐらいになったでしょうかね。ちなみに私6000キロでだいたい1年間、ね、乗って、まあ、交換という、ね、タイミングですね。さあ、どれぐらいに、ね、なってるでしょうか。じゃあね、それをね、確認してね、今回のね、動画はね、終わりになりますね。はい、OK ですね。はい、じゃあ今回の動画は以上になります。